低気圧とは北、大西洋のアイスランドからグリーンランド南部付近で陶器を中心に発生する低気圧のことである。太平洋でのアリューシャン低気圧に相当する。アイスランド低気圧の衛星画像2003年9月4日夏が終わって秋に入ると北極やグリーンランド、北アメリカ大陸に高気圧が発達し始める。これらの高気圧は主に 北極大陸性気団や寒帯大陸性気団で構成され、しばしば南下して寒気をもたらす。一方、メキシコ湾や大西洋の低移動海域では、亜熱帯高圧帯に対応するアゾレス高気圧が一年中存在し、暖気を北に送り出している。この二つの高気圧帯に挟まれた地域では、移動性高気圧と低気圧が交互に移動していく。この領域は、 秋から冬になるにつれて、中緯度から高緯度へと少しずつ移動してくる。冬になると、北の高気圧はより低温になり、この領域での温度差が増すとともに、上空の変性風が強まる。これに対応して、この領域を通る低気圧の勢力も強くなってくる。北アメリカ大陸東部の平原で発生した低気圧は、発達しながら、東、北東に移動していき、 グリーンランド南方沖からアイスランド付近にかけてのところに達すると気圧が最も低い最盛期を迎える。その後ゆっくりと勢力を弱めながらヨーロッパへと投進する。これらの地域では低気圧の影響を受けて冬は周期的に荒れた天気に見舞われる。こうして常に低気圧が現れては発達することで工場的に気圧が低い状態となり、それが 冬の間ずっと続く。アイスランド低気圧の低圧領域はグリーンランド南方沖からアイスランド付近が最も顕著である。また、グリーンランド西側のバンフィン湾やヨーロッパ北方のバレンツ海は気団の狭間まに当たるので、ここも低圧傾向にある。アイスランド低気圧の勢力は年々少しずつ変動を繰り返している。この変動は北。 大西洋海流などの海流や、偏西風などの大気の大循環に大きな影響を与え、年々の天候の変化に関係している。また、アイスランド低気圧の気圧が低いときは、アゾレス高気圧の気圧が高い、といった連動性が見られるため、これを、北、大西洋振動と呼ぶ。アイスランド低気圧とアリューシャン列島付近の北、太平洋にできるアリューシャン低気圧は、 片方の気圧が低い時はもう一方の気圧が高いという関係が見られ、アリューシャン低気圧、アイスランド低気圧シーソーとして知られている。ありがとうございます。